ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに切られた呉服や伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。うわ、女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつ。よっ、あの吉太郎、日本一。ちょますみ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。意気がるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？我慢もんか。大丈夫か？マスミ、紙吹雪は心配するな。明
トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくれ。父さん？父さん？20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。
まあこんなもんだぜ。パリセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれぽっち、お前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよ。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたら、せっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせに。や、覚悟しとけよ。さてどうしたもんかねえ。俺の番だな。ビビってんのか。よし、行くぞ。強くなった気がするぜ。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、ミツ、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたけてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ、一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を？そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ、わかりました。のう、そうだミツ、ここどうなってる？メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえよ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形にできたのによ。そっ
ってる場合ですか。あ、こっちの方も整えて、別に触んの。先生、顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことかい。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ、ドラクエの世界が。うわ、またドラクエすか。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ、いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って、俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ、やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おう、やれやれ。ただし騙されたガキどもに金を返してきた後でな。あそうでしたね。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。いやあ、イチ。竹雄のおっちゃん、元気かい？おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。イチに店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ？それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくわ。